2021年6月29日、六本木のど真ん中で、住吉会と稲川会のトップ同士による会談が行われました。会場となった稲川会の総本部ビルの周辺では、10人弱の私服警察官が固唾を飲んで見守っていました。今回は、住吉会と稲川会のトップ会談について解説していきます。このトップ会談が行われた目的や住吉会と稲川会の関係性も気になるところですよね。この2つの組織の因縁となったヤバい事件についても解説していきます。現時点では和解しているはずの両組織の間にもまだ緊張感があり、わずかなトラブルが大きな事件へと発展しかねない、そんな雰囲気があります。2つの組織の間に一体何があったのでしょうか。早速始めていきましょう。1、住吉会と稲川会がトップ会談。6月29日の11時少し前、5台のワンボックスカーが稲川会の建物の前に横付けされました。車からは関東最大の指定暴力団住吉会の小川修司会長が降り立ちました。同じ車からナンバー2の小坂聡会長代行も会長に続きました。出迎えを受けた2人は指定暴力団稲川会の本拠地に入っていきました。住吉会のトップ2人が稲川会の総本部に向かったのにはある目的がありました。それは4月に会長に就任したばかりの小川が新体制になったことを稲川会内堀和也会長らに報告することでした。トップが変更になった時は付き合いのある他の団体に挨拶回りをすることが慣例行事となっており、今回の挨拶がいわば小川会長にとっての外交デビューとなったわけです。今では和解している両組織ですが、つい最近まで激しい争いを繰り返してきた敵対組織だったのです。そんな2つの組織の代表的な争いについて解説していきます。2、住吉会と稲川会の因縁、四つ木斎場事件。2001年8月18日に起きた四つ木斎場事件をきっかけに、住吉会と稲川会の仲は最悪な状態になっていきました。その日は東京都葛飾区の四つ木斎場で住吉会幹部の通夜が執り行われていました。なんとその通夜に稲川会のヒットマンが紛れ込んでいたのです。そして警聴部門の責任者によるスピーチの最中に事件は起きました。駐車場に群がる700人近い黒ずくめの集団から住吉会のバッジをつけて紛れ込んでいたヒットマンが、斎場入り口に並ぶ執行部の列にいた住吉会小籠包み会熊川会長らをめがけて銃弾を発射したのです。銃弾は熊川会長に直撃し帰らぬ人となりました。さらに同滝野川7代目遠藤浩二総長も射殺されたのです。ヒットマンは住吉会会員たちに取り押さえられた後、警察に逮捕されました。しかしヤクザにとってご法度中のご法度であるギリ城における発砲事件、これに住吉会会員は激怒しました。この事件は2つの巨大組織の中を決定的に引き裂き、ヤクザ史に残るであろうことは間違いありません。3、住吉会と稲川会の亀裂を深めた発砲事件。2019年1月、さらに住吉会と稲川会の亀裂を深める事件が起きました。神奈川県川崎市の路上で稲川会の関係者である男女2人が銃で撃たれ重傷を負いました。この事件を起こしたのが5人の住吉会系の組員だったのです。1月17日の夜、住吉会系の5人の組員は共謀して車から降りてきた稲川会参加組織の男性組長ら3人に向けて拳銃を数発撃ちました。そして稲川会関係の女性と男性に重傷を負わせたのです。この事件によって住吉会と稲川会の中はさらに険悪になり、一触即発の空気が漂っていました。この2年後、6代目山口組をも巻き込む銃撃戦へと発展したのです。4、住吉会と稲川会の銃撃戦に巻き込まれた6代目山口組。2021年3月4日午前3時頃、群馬県南部で銃声が鳴り響く事件が起きました。住吉会と稲川会の間で起きた銃撃戦の中で、
6代目山口組弘道会の組員が銃弾を受けたのです。稲川会としてはこの発砲事件はあくまで半グレを含む住吉会系列組織との問題と解釈していました。そもそもは稲川会系組織員の乗る車が住吉会系列組織に取り囲まれ乱闘騒ぎになったことが発端です。しかしここに介入してきた3代目弘道会系組員に対して稲川会系組員が発砲、重傷を負わせてしまったのです。事態を重く見た稲川会は6代目山口組上層部を訪ね話し合いの席が持たれることになりました。その結果稲川会本部が今後6代目山口組に対しては銃器を用いたトラブルなどは一切起こしてはならない、理由を問わず些細なことでも6代目山口組と揉めてはならないという内容の通達を参加組織に出すことで和解に至ったのです。ただしもともと対峙していた住吉会との話し合いはついておらず緊張状態が続いたままでした。5同人会の仲裁により住吉会と稲川会が和解、稲川会はそれまでの住吉会系列との度重なる問題から一歩も譲る気はなく、問題が悪化すれば関東の巨大組織同士の抗争に発展する恐れもあると言われていました。しかしその事態は回避されることになります。なんと急転直下、両組織の和解が成立したのです。和解の仲裁役を務めたのが九州の有力組織である同人会の小林哲司親分です。住吉会と同人会は五分兄弟会として親戚団体としての縁を結んだ関係性にありました。住吉会と同人会の顔合わせの際に稲川会との関係が良好でないことを聞いた同人会の小林会長は稲川会に掛け合い粘り強い交渉を行いました。その結果住吉会と稲川会が和解することになったのです。小林会長の活躍により関東で巨大組織同士の抗争が勃発する恐れは極めて低くなりました。両組織の会長は同人会の会長に頭が上がらないほど感謝しているに違いありませんね。6高まる緊張、会談後の見送りに内堀会長の姿は見られず、六本木のど真ん中で開催された住吉会と稲川会のトップ会談の場で、住吉会は武闘派で知られる加藤連合会を率いる小坂会長代行がナンバー2になったことを報告しています。この挨拶には単純な組織の体制変更を報告するだけでなく、今後は武闘派路線に進んでいくことを意識させる目的があったのではないかと言われています。和解しているとはいえお互いに警戒を弱める気はないようですね。15分ほどで挨拶を終えた小川会長が稲川会総本部を後にする際、見送りの中に稲川会内堀会長の姿は見られませんでした。ヤクザの外交の場では挨拶に来た相手をトップが見送るのが一般的なのですが、今回の挨拶には特別な緊張感があったのかもしれません。20分後にエントランスから現れた内堀会長の険しい表情がトップ会談の緊張感を物語っているようでした。7まとめ、稲川会の総本部で行われた住吉会と稲川会によるトップ会談について詳しく解説してきました。この2つの組織には過去に起きた事件やトラブルから深い因縁がありました。ですが現在は同人会の小林会長の仲裁により和解しています。この和解があったからこそ今回の組織体制変更の報告をする仲になったのでしょう。しかしわずか15分の挨拶であったにもかかわず稲川会会長が見送りに出ないなど異例の展開となりました。この挨拶の場で一体どんなやり取りがされたのでしょうか。もしかしたら世間を揺るがすような重大な内容だったのかもしれませんね。